あえず。あれ？私は何をしようとしたのかしら。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、今日は夏の月8日目。おぉ、なになに、びっくりしたよ。静香ちゃん、どうしたの？こんなところまで。突然押しかけてお邪魔だったかしら。いや全然大丈夫やけど。とんでもないよ、僕に用？実はお天気がいいからピクニックでもどうかなって思ったの。ピクニックってなんか春のイメージがあるんやけど、夏なの？いいね、ピクニック行こう行こう、すぐ行こう。ちょっと落ち着いて、のび太さん、まだ場所も決めてないわよ。今日のことじゃないよね。ピクニック行こうってその日のうちに行くもんじゃないと思うけど。それもそうか、森に行こうよ、海に行こうよ。ピクニックは森じゃない？違うの。ピクニックだったら森がいいよ。空気もきれいで動物もたくさんいるし、森にしよう。動物さんたちに囲まれてピクニックって素敵。でしょうでしょう。静香ちゃんならそう言ってくれると思ったんだ。そうと決まれば森へ出発。え、やっぱりその日のうちなの。しかも二人？マジで？急になぜ誘ってきたんやろうか、静香ちゃんは。息抜き？それにしてもやっぱり気持ちいいわね。ほんとだね、空気も美味しい。でも空気じゃお腹は膨れない。まあね。ああ、空気でもお腹がいっぱいになればいいのに。まあ、のび太さんたらお腹空いたの？ちょっとね。私サンドイッチ作ってきたの。よかったらのび太さんも食べない？やったー、静香ちゃんの手作りサンドイッチ食べる。どうぞ、お口に合うといいんだけど。おー、女子力だね。いただきまーす。あー、猿取ってかれ。あれ？サンドイッチが消えたわ。え、見て見て、みんな、親猿、子猿の元へ。猿だ、猿に静香ちゃんの作ってもらったサンドイッチ取られちゃった。絶対許さないぞ。待て、のび太さん待って。多分その先で子猿のお世話してるんだよ。すばしっこいやつ、サンドイッチを返せ。もういいわ、サンドイッチはまだあるし諦めましょう。だってせっかく静香ちゃんが、静香ちゃんは動物にも優しいはず。お、何？見て、のび太さん、あそこ。あ、さっきの猿、サンドイッチを。まさかお猿さんの子供かしら。お腹が空いてるみたい。かわいい。それでサンドイッチを奪っちゃったのか。とかハートマークあったね。猿とも仲良くなれるのか。ね、取り上げるのはかわいそうよ。そうだ。だったら時々ご飯を分けてあげようよ。いいよね。それはいい考えね。おーい。もう僕のご飯を横取りしちゃダメだぞ。森の奥へ去っていった。やだ、もうこんな時間。静香ちゃんどうしたの？実は。私、セルーナさんに午後から用事を頼まれたんだとは。もう終わりですか。のび太さん、それじゃあね、またピクニックしましょう。ピクニックって言うんだろうか。そんな。お猿の騒動で終わってしまったね。にしてもこの奥に向かったけど、お猿さんたち今後も会うことはあるんだろうか。木こりの森やん、こっち。普通に木こりの森やった。またあれかな、その辺に現れたりとかして話しかけたりとかできるってことかな。知らんけど。知らんけど。とりあえず私は今回、あ、そうよ、その前に水やりが今日まだできてないよね。あ、そしてじゃ出荷できてなかったやつを出荷していっとこう。カブトムシよりもアリの方が星が多いってどういうことだ。つらーい。とりあえず今日の水やりをちょっとやっておかねば。この辺の鉱石はね、ちょっと道具の強化用に、あ、間違えた。道具の強化用にね、置いてるんだけど。よいしょー。だいぶなんかね、材料必要になってくるけんね。採掘場で集めるのがすごく大変。
しかし頑張る。下へ下へ行くのがすごい楽しいよね。あ、成長してきた。トマトの方が成長が早いんかな。てか今まだそんな時間ですか？ランチがここを横切っていくぐらいの時間。しずかちゃん午後から用事があるんやろ。まだ余裕じゃねえか。おはよう。おはよう。ひまわりも早く盛んかな。お、ちょっとでかくなったぞ。いい感じ、いい感じ。ひまわりもね、あれやね、中学校でめっちゃ校庭で育てよった。校庭の隅っこの方で。で、私はね、今日ちょっと来週の鶏コンテストに向けて鶏を飼いに行きたいんだよ。あ、どうもみんな。のび太ちゃん元気よ。鶏はどこやったっけな、飼うの。こっちか？あ、ここやね、鶏。鶏のことならうちにお任せ。しかし、とりあえず9時まで寝よう。おはよう。人んちの前でうっすりと。いないんですけど。え、全然いないんですけど。どこ行ったの？どちらへ行ったの？あ、もしかしてあれですか？火曜、金曜、お休み。え、鶏のお祭りはいつだったかしら？まあ、まだ大丈夫か。今日は飼えないじゃないの。なんかあれだな、前からさ、今日こそ今日こそって思って、今日は飼えないっていう日多いんですけど、しっかりしてよ。しっかりしてよ。つらい、全くもってつらい。待って、大樹のところに女神様出現しとるかな。おらんやん。おらんやん、まだ全然。ふっそ。とりあえず、あれ？私は何をしようとしたのかしら。この辺の強化とかもしに行きたいんやけど、しかし強化できそうなものが、ちょっと待って、これでよいしょ。でもこれで一瞬で移動しよったら、なんか大きいイベントとかもいっぱいありそう。何時からやっけ。10時からか。大丈夫かな今。あ、どうも。おお、よく来たな。ほら、なんか作ってやろうか。作ってほしいです、道具のグレードアップを。とりあえずクワかな。次ちょっとやっていただきたいのは、うん、あ、でも釣り竿の強化もしたいんよね。釣り竿の強化しておこうかな、私。とりあえず、はい、作ります、お願いします。ほら、できたぞ。銅の釣り竿にグレードアップした、イエーイ。あ、待って、他のクワもできる？できるんならちょっとやっていただきた。できるっすね。はい、作ります。さ、今回ね、ちょっと畑を潰してというか、まあ、前回のやつを鎌で刈り取ってから時間が経って、畑が完璧になくなってしまったんやけど、これ不思議に思わん？思わんの？なってしまっとったんやけど、クワで耕すのにめっちゃ時間かかって、ちょっとヘトヘトになってしまったけんさ、とりあえず、これで、は？イエーイ、いい感じ。まあ、試しにやってみただけやけん、とりあえず潰すけど。とりあえず潰すけど、こんな感じで、ちゃんと強化できたね。よかった。銅の釣り竿は、釣り竿の強化って一体どんな感じなんやろ？ちょっと待って、ここで試してみるか。ちょっと待って、どこでもドア邪魔で見えなくね？すごい思うけど見えなくね。来てます、ちゃんと。あ、なんか。今、チャポチャポなりよったけど全然わからん。この辺で集まってきてくれたらちょっとわかるかな。
ほらほら集まっておいで。おラムちゃん帰ってきたぞ。なんか来いよ来いよ。あ、来た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 。はい、よし。釣竿の強化って言ったっていうのは一体何が強化されたんやろうな。糸が切れにくくとか、もともと切れるやつやったんかどうか知らんけどさ釣れる種類が変わるとかなんかな。でもザリガナ前から釣れてるような気がするけど、まあ、よくわからんねよくわからんね。とりあえず女神様に話しかけて終わりにしよっかな。あ、やった、初めてビーナーと仲良くなった。仲良しスタンプ全部ゲット。え、全部ゲットしたけんどうなるん、どこでもらえるの、スタンプ。これ仲良しスタンプ、あの仲良しスタンプ、これで全部集まったよ。仲良くなるのあっという間なんやね、最初の段階まで。だってまだ2、3回しか話してない気がする。イベントの時でも含まれとんかな。このドラえもんのカカシは一体どうやってもらえるんですかね。どうやってもらえるんですかね。送られてくるとかかな、ポストの中に。わからんけど。わからんけど。ポスト。いや、ポストに送られてくるって言ってもな。ポストに何か届いたことないよね、そういえば。うん、別にカカシとか何も置かれてない。わからん。次の日になったらなんかわかるんかな。ほい、それじゃあ、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さっきは静香ちゃんとの楽しい楽しいピクニックも終わって、海やったら別のバージョンになったとか、他の動物仲良くなったとかかな。それも気になる。